演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、セイウンイレブンの黒ごまかぼちゃプリンを食べたいと思います。かぼちゃが色がいいですね。しかも結構量ありますね。で、下にはカラメルが隠れしてます。いや、隠れてない。これは期待が持てそうですね。では香りがそんなに強烈ではないですね。いただきます。トリックオアトリートにはかぼちゃが足りないから。どうね、口の中でスッと溶けているのがちょっとかぼちゃが弱いかなと思ってしまいましたね。もうちょっとかぼちゃの味が強かった方がより美味しかったと思います。カラメルがちょっと苦すぎて かぼちゃに勝っちゃってるんですよね。これではかぼちゃプリンというにはちょっと遠いかなと思いましたので、こちらも点数でさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。いいんですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。